ヨアンパブロイルナンデス・スアレスは、ドイツの元プロボクサー。キューバ共和国ピナールデルリオ出身。元 WBA 世界クルーザー級暫定王者。元 IBF 世界クルーザー級王者。兄は元、レスリングキューバ代表シドニーオリンピック銀メダリストで、幻想合格投下のヨエル・ロメロ。ジュニア時代には、2002年に、世界ジュニア選手権のヘビー級で優勝するなどの、 実績を残す。しかし、同国人のオドラニエル・ソリスに二度敗れたことで、階級を落とした。2003年、パンアメリカン競技大会で、ライトヘビー級部門で、銀メダルを獲得した。2004年、キューバの国内選手権にライトヘビー級で出場、準々決勝で、マイク・ペレスを破るが準決勝で敗退した。2004年、ギリシャ・アテネで開催された。 アテネオリンピックにライトヘビー級で出場するも一回戦で敗退した。2005年にはキューバの国内選手権にライトヘビー級で出場し優勝。アマチュア国内チャンピオンになってすぐに亡命。ドイツに拠点を移しプロ活動を始める。アマチュア時代の成績は164戦137勝27敗。プロ転向と同時にアマチュアでは主な階級だった。 ナイトヘビー級からクルーザー級に転校。2005年9月3日、プロデビュー。2回 TKO 勝ち。2007年8月18日、ダニエル・ビスポと WBA フェデラテンクルーザー級、王座決定戦に出場。1回1分1秒後勝ちで王座獲得に成功。同年12月29日には WBA フェデラテンクルーザー級タイトルマッチ並びに、 WBC ラテンアメリカクルーザー級王座決定戦でモハメドア・ッザオイと対戦し1回2分8秒小勝ちで王座の獲得に成功した2008年3月29日ウェインブレイスウェイトと対戦しプロ初黒星となる3回1分52秒 TKO 負けを喫し WBA フェデラテンは2度目 WBC ラテンアメリカ王座の防衛に失敗 王座から陥落した。2009年10月17日、IBF インターコンチネンタルクルーザー級王者へなど、ディシナと、12回3から0の判定勝ちで王座獲得に成功。その後同王座は一度防衛。2011年2月12日、スティーブ・ヘレリウスが持つ WBA 世界クルーザー級暫定王座に挑戦。7回に二度ヘレリウスからダウンを奪いこがち。 初の世界王座獲得に成功した。その後すぐに WBA 世界クルーザー級暫定王座を返上。2011年10月1日、スティーブ・カニンガムが持つ IBF 世界クルーザー級王座に挑戦し、初回にカニンガムからダウンを奪うも逆に後半はカニンガムがペースを握る試合に。しかし6回、カニンガムの頭がぶつかったことにより、 エルナンデスが右目をカットし、エルナンデスの右目の傷口が悪化し試合続行、不可能となり、6回2から1の負傷判定勝ちで、王座獲得に成功した。2012年2月4日、カニンガムとダイレクトリマッチで再戦。4回に2度ダウンを奪い、ス寸前までカニンガムを追い詰めた。その後も、エルナンデスのペースで試合が進み、12回3から0の、 判定勝ちを収め初防衛に成功と同時に、リングマガジンから同志世界クルーザー級王座に認定された。2012年9月15日、バイエルンにてトロイ・ロスト2回目の防衛戦を行い、12回判定勝ちで2度目の防衛に成功した。2012年12月、エルナンデスは国籍をドイツに変更した。2013年11月23日、 スパーリング中に負傷した拳が感知したため、約1年3ヶ月ぶりの試合を行い、バンベルクのホームブローズアリーナにて、IBF 世界クルーザー級1位の指名挑戦者、アレクサンデル・アレクセーフと対戦し、2回と5回に、左フックでダウンを奪い10回に、右フックでダウンを奪うとアレクセーフは失神し、レフェリーは、ノーカウントで試合をストップ。 10回1分35秒小勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2014年3月8日、ベルリンのマックス・シメリング・ハレで、IBF 世界クルーザー9-2位のパベウ・コー・ジェイと対戦する予定だったが、エルナンデスが病気になり試合が延期となった。2014年3月29日、ベルリンのベロドロムにて延期になった試合で、パベウ・コー・ジェイと対戦する予定だったが、 エルナンデスの病気が回復せず試合中止となった。2014年8月16日、異縁が感知したため復帰。エアフルトのメッセエアフルトで、元 WBA 世界クルーザー級王者で、IBF クルーザー級13位のフィラット・アルスランと対戦し、12回2から1位の判定勝利を収め、4度目の防衛に成功した。2014年12月6日、オルデンブルクの EWE アリーナにて、ユルゲン・ブリーマー対、パベル・グラゼウスキーの前座で、オラ・アホラビと対戦予定であったが、エルナンデスが試合、約1週間前のスパーリング中に右肘を負傷した,た、試し合は延期となった。2015年1月5日、上記のようにエルナンデスは負傷で、長期欠場となったため、IBF が、 IBF 世界クルーザー級3位のオラーホラビと IBF 世界クルーザー級4位のビクトル・ラミレスで IBF 世界クルーザー級暫定王座決定戦を行うよう指令を出した。エルナンデスが8月6日までに復帰できない場合は王座を剥奪されるとのこと。2015年7月13日、当初は同月25日にブエノスアイレスで IBF 世界クルーザー級暫定王者の ビクトル・ラミレスと王座統一戦を行い5度目の防衛を目指す予定だったが、ラミレスの負傷により9月まで延期されたことをエルナンデス陣営のザウ・アーラントイベントが発表した。2015年9月21日、当初は同月26日にブエノスアイレスで IBF 世界クルーザー級暫定王者のビクトル・ラミレスと王座統一戦を行い5度目の防衛を目指す。 予定だったが、肘の負傷や病気が重なり、ラミレスとの王座統一戦への出場が不可能となり2014年8月16日のフィラットアルスラン戦以降試合をしていないエルナンデスは、王座を剥奪され、ビクトル・ラミレスが正規王座に認定された。エルナンデスのプロモーターのザウアーランドイベントは、ラミレスが7月に負傷した時には、王座統一戦の延期を許可されたのにもかかわらず、 エルナンデスは負傷で延期を許可されず、王座を剥奪されたのは不服として IBF に提訴した。2015年9月27日、病気や怪我で試合を欠場してきたエルナンデスは、肘に続き膝も手術を受ける必要があるため、現役引退を発表した。同時に、エルナンデスには、税金や養育費の未払いがあり、破産寸前であることが報じられた。 2020年8月22日、引退を撤回して6年ぶりの復帰戦で、ケビン・ジョンソンとヘビー級契約8回戦で対戦するも7回小負けを喫した。ありがとうございます。